はい、どうもこんばんは、ガクチャンネルのガクです。今日はですね、まあネタとしてまあどうなのか、僕のチャンネルを見ていただいている人に、がね、興味があるかどうかっていうのはちょっとわからないんですけど、まあ、僕がちょっとね修理したいんで、このネタをやります。何かというと、じゃん、任天堂スイッチになります。で、こちらねスイッチね、まあ多分使われている方、これね、アメリカの方でも、アメリカだったかな、なんかどっかで裁判みたいなね、訴え、訴訟を起こされてたと思うんですけど、コントローラーのね、このジョイスティック部分、ね、このジョイスティック部分ね、これね、これ、これがね、なんていうか、耐久精度がすごくなんかないみたいで、何もキーを押してないのに、こう、なんですか、上方向にキーが入ってるような状態で、まあ、なんていうんですか、なってしまう。だから、まあ、なんですか、その主人公っていうかね、その、なんていうか、やつが、まあ、上向きにずっと進んでしまうとか、下向きにずっと進んでしまうとかね、まあ、このキーがずっと何もしてないのに入った状態になってしまうっていう、もの、そういう不具合がね、結構多いと。で、実はね、僕も任天堂スイッチは発売されてすぐくらいで、買いましてですね、まあ、そんなに使用頻度は多くないかな。まあ、子供がやってたりはしますけど、使用頻度はそこまでは多くないと思います。それでもね、一回おかしくなって、任天堂の方に修理出しました。何もかかったのかな、2000円、2500円くらいだったかな、なんかそのくらいで修理ができるんですけど、まあ、正直、まあ、なかなか、で、今回ね、また2回目潰れちゃったんですよ。修理に出してからね、ほんと1年経ってないんじゃないかな、経ってるか経ってないかちょっと微妙なんですけど、多分経ってないと思います。もう忘れちゃったんであれなんですけど、で、さすがにね、もうめんどくさいな、もう任天堂にね修理出すのめんどくさいなと思って、まあ、前もね、実はまあ調べて、そういうものがあるのは知ってたんですけど、今回ちょっとチャレンジしてみようと思って買ったのがこちら、じゃん、と言っても箱だけですけどね。何かというと、この任天堂スイッチのこの今回ね、壊れたのがこちらの方なんですけど、ジョイスティックの方を変える、部品、ね、一式が入っをアマゾンでね、買いました。まあ、詳しくはまた概要欄の方に載せておきます URL ね、アマゾンの方を見てください。まあ、こちらの方ね、じゃん、入ってるもの、僕もあんまり詳しくまだ見てないんですけど、なんかピンセットみたいなやつ、ね、プラスチック ABS 樹脂かな、のピンセットみたいなやつ、なんか先っぽがこんな平べったい感じになってますね。こんな感じのピンセットで、あとは工具ですね。工具が入ってよいしょます。これ実はね、任天堂のやつって専用のネジが使われてたりするので、普通のプラスドライバーではダメなんですよ。僕実はね、他で使ってたのがあって持ってるんですけど、 Y の字のね、ドライバーが必要だったりするので、多分これそれかな。このだから、僕がそう今回買ったやつにはもう標準でね、標準っていうか、僕もあんまり工具ついてるの知らなかったんですけど、まあ入ってるんで、見えるかな、これ Y 字かな、これ多分 Y 字ですね。 Y 字、 Y 字だと思います。あ、 Y って書いてるし、ここにピント合ってんのかな、ちょっとオズモアクションで撮ってるんでね、なんかよくわからないんですけど、まあ、これが Y 字で、あともう一本入ってて、これがプラス、ここプラスって書いてるんでね、プラスの2、こっちも印刷があれやな、ちょっとよくわからないけど、何せプラスと Y の字が、入ってます。分解するのはプラスと Y の字だけでいいと思うんで、それで OK です。で、あと上質スティックのこのパーツね、内部パーツが2点入ってます。まあ左右ね、今回は右の方しか傷んでないので、そちらしか買えませんけど、まあまたね残しといて、どうせ多分ね潰れると思うんですよ。この前はね、左右どっちもダメで、
確かどっちかがダメでね、もうずっとほったらかしてたらもう反対側もダメになったんですよ。でも仕方がないから両方任天堂の方に修理出したっていうね。まあそれでもまたぶっ壊れてるっていう、ね、いうことです。はい。で、あと、あ、ごめんなさい、工具の方ではね、あとこういう風なやつ、これ iPhone とか分解するやつにもよくついてますよね。リムーバー、あのこれを間とかにキュッと挟んでこうね、まあこじ開けるっていうねようなやつです、リムーバーね。はい。これとあとあのギターのピックみたいなやつ、これもリムーバーですね。この間に隙間に入れてグッとこうね、あのこじ開けるような、工具になります。まあこういったものが入ってます。まあおさらいすると、ピンセットみたいなやつと Y の字とプラスと、リムーバーが2点ね、このやつね2点と、あとこの実際のパーツが2つね、これだけがセットになったものになります。あとちゃんとしたって言っていいのかな、こういうふうな交換の手順書もついてます。日本語でちゃんと書いてくれてます。で最初に言っとかないとダメなんですけど、これはもう当然ね、これを開けたことによってあの保証外になる可能性が十分にあります。iPhone なんかはね、もう最近なんかはこう、あの Apple 以外の業者でね、買えたバッテリー交換とかね、修理をした分でも Apple の方である程度まではなんか面倒を見てくれるような感じ、になってますよね。だけど、まあ、任天堂って結構厳しいと思うんですよ。だからもしこれやっちゃったらね、自己責任の世界なんで、もうあの保証というかもう修理自体を受けてくれない可能性もあるので、その点だけはね気をつけて自己責任でやってみてください。そしたらね、今から交換をちょっと手順書にのっとってしていこうと思います。 GoPro をこんな感じで用意したので、 GoPro で上から撮影しながらこちらの方テーブルでねちょっと撮影をしてみたいなと思います。じゃあ行ってみます。ではでは、はい、ではね、交換の方をしていこうと思います。まずこちらのね、この取り替えの説明書通りにやっていこうと思います。1番として、新しいジョイコンスティックとジョイコン修理ツールを用意すると。ジョイコンの後ろ、4枚ネジを取り外、4枚ちょっと日本語もおかしいかもわかんないですけど、ネジ取り外しということですよね。はい。じゃあとりあえず、後ろのネジを取り外しましょう。このネジがね、これ見えるかな、まあ4箇所ね、こういう風にあるんですけど、これがね Y の字のネジになってるんですよ。ちょっと特殊なねネジなので、だからまあ今回ねこの工具も一式入ってるので、すごくまあ便利だと思います。もしね、初めて買える方ね。僕、なんでこれ持ってんだったかな。任天堂のね、何かをね、また自分で修理しようと思って、確かね、買ったんですよ。自分で、別に。だから、何で買えよう、何をやったのかな。ちょっと、覚えてないんですけど、はい、自分で分解してやったことがあります。では、今、ネジを外したので、こちらの方で開けます。一応、リムーバーで開けるとなってるんですけど、ここでいいのかな？どこが裂け目かが、いまいちわからない感じですかね。あ、いけましたね。この、まあ、切れ目がね、あるんで、まあ、こんなとこか入れたらどうかなと思ったんですけど、もうここら辺でピュッとやったら開きましたね。で、ある程度こうね、ちょっと、こう、ぐねっとこうこじ開ける感じで開けていけば多分開くと思います。よ、ね、じゃあちょっと外してみましょう。いいかな。パカッと。あ、うん。一応ね、上下完全に分解はできない感じですね。一応この、なんていうんですかね。コードがつながってます。ひだコードっていうかね。そんなんで、つながってます。はい、じゃあ、とりあえず分解したので3番、ジョイコンの蓋ゆっくり開け取り外したネジをまあ置いて、一応まあその通りにしましょうか。円盤と言ってますけど、この
ピックみたいなやつね、ここに置いといてくださいと。はい、で緑の棒でバッテリー取り外してくださいとなってますね。バッテリーを取り外しますね。バッテリーね、これこのまま外れるのかな。およいしょ、これ両面テープ、 iPhone とかもね両面テープですよね。多分両面テープっぽいな。よよ、外れないな。あんまり無理にやるとね、リチウムイオンはね、下手に触るとなんかこうグネッと曲げたりするとね、発火するんですよ。あ、両面テープですね。だからリチウムイオンね、気をつけないといけないのが、曲げるとねダメですからね、そこ気をつけてください。でバッテリー外してどうしたらいいのかな。コード抜いたらいいのかな。バッテリーを抜いて次裏、あ、バッテリーのこれは外さなくていいのかな。バッテリーの下のネジかな、バッテリーケースの上の5枚ネジを取り外します。なんかちょっとおかしいですけど、バッテリーの上、どういうことかな、どこのことを言ってんのかな。これかな、ここを外せと言ってるのかな、多分そうかな。こいつも外した方がいいのかな。ね、ちょっとよくわからないけど、まあちょっと外してみましょう。多分このバッテリーの下の部分のケースみたいながあるので、こいつは普通のプラスネジですね。こいつが止まってるのが1、2、3、多分これ3つっぽいけどな。3つも、よいしょ、一応磁石みたいな風になってるんで、これも簡単に取れますね、あのこの工具の先がね。はい、これで外れたけど、これでよかったのかな。これは何かな。あー、はい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 、一応ねここのやつ、この何ですか、あの下の方のボタンね、この上の上にあるね、これのコードがあるのでちょっと気をつけないといけませんけど、一応ここに、そのジョイスティック本体が出てきましたね。はい、だこのまま外せるかな。あ、ちょっとこういけるな。うまくやればね、ここにコードがね、このジョイスティック、あの上の方のボタンのコードがいってるんで、うまくやればこういう風にペロンと引き剥がすことができます。でこいつはプラスやな、プラスのネジでキュッ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 、ここもやな、キュッ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 。でパソコン拡大するの慣れてる人はいいと思うんですけど、あのね、静電気とかそのあたりだけはちょっと気をつけておいてくださいね。はい、でジョイコンのスティックが刺さってるのがここに、平らなあのコードで刺さってるんで、これをこの、なんですか、ピンセットみたいなやつで、多分この白いやつはこのまま上に引き剥がせばいいかな、なんか書いてるかな。ピンセットでジョイコンスティックの配線をゆっくり、なんか日本語がよくわかりませんね。多分このまま引き抜けばいいのかな、このタイプは。上に、こういうのってね、上にピッと上げたりするやつもあるんですけど、引き抜くタイプのっぽいですね。いいよ。上げるタイプではないのか。違うか。とりあえずこいつ抜いちゃおうかな。抜かれへんのか。ピンセットだけでうまく抜けるかと言ったら抜けないっぽいな。よいしょ。と
りあえずこう、このジョイスティックもどうなのかな、これジョイスティックのこの先っぽは、いや先っぽも一緒くたになってるからこのまま抜けるのかな、ね、先コード抜かないとダメですね、とりあえずね。あ、いけました、あのグッと引っ張れば抜けましたね。で、こんな感じです。まあ中の基板の部分なんでね、何が悪いのかちょっと分かりませんけど、とりあえず、変えてみましょう。でこれが新しい部品ね、です。特に見た目もなんか変わらないですね、まあ、コードの色がちょっと違うのかなくらいで、まあ、ちゃんと動くんでしょう多分。動いたかどうかのね、もうなんか任天堂スイッチとかの画面見せるとね、また任天堂の方のライセンスのなんか関係とかでちょっとあれなんで、まあとりあえず使えたかどうかはね、確認はちゃんとしてお知らせはしますけど、画面はちょっとね見せるのめんどくさいっていうか、もうライセンスとかの話がめんどくさいんで、ちょっとお見せするのは控えようかなと思ってるんですけどね。多分大丈夫でしょう。これでどうなってんのかな、このペラペラのなんか、こいつはなんか割れちゃってる、もしかして。とりあえずこれ無理やり入れたいのかな。あ、入った入った、うん入りましたね。とりあえず入れて、さっきケーブルつないでもいいかな、ね、ケーブルをつなぎましょう。いいよ。でケーブルをここにぐさっと入れて、さっきあれだな、ケーブル入れた方が良かったな。しかも微妙にこれ撮影しながらやるのが結構なんか、よいしょ、うん、 OK、 これで刺さりましたね、大丈夫ですね。よいしょ、んじゃあプラスはこっちかね、よいしょ。まあだから正直ね、これこのくらいの頻度でね潰れてね、任天堂の方が金取ってやるっていうか、もう初期不良とかじゃなくて保証とかそういうのしてくれないっていうんだったらね、やっぱりちょっと困りますよね。なんかこう任天堂の機械っていうか、まあ僕なんかはファミコン世代なんであれなんですけど、ファミコンのコントローラーなんかめちゃめちゃ荒っぽく使ってたと思うんですよね。昔のゲームの方がかなり激しかったやつが多かったと思うんですよ。だからそれでもね、コントローラーぶっ壊れなかったんですよね。なんか友達とか、まあ壊れてるのは壊れてる人もおったんでしょうけど、だけど僕の近くではね、あんまりなんかコントローラーぶっ壊れてこう、使えなくなったっていうのはあんま聞かなかったんで、ああ、任天堂の機械ってすごいこう優秀だなって僕は思ってたんで、これでいいかな。刺さってるかな、ちゃんと。若干これがね、ケーブルがなんかちょっとたまりすぎてる気がするので、それがちょっと心配なんですが、ちゃんと刺さってる。のかな、多分大丈夫なんですかね。テープの長さがちょっと違うかったのかな、もしかして、うん、でも結構グッと刺さってるんで大丈夫だと思うんですけど、多分ケーブルの長さがちょっと違うんでしょうね。問題ないのかな、大丈夫だと思うんですけど。じゃあとりあえず分解したの巻き戻していく感じで組み立てていきましょう。まずはこいつですよね。こいつがこうクリンと回ってこうですよね。あ、でこいつのここのボタンが外れちゃってたから、これは入れとかないと思いますね。こいつはこのまま、まあだから僕もね、昔からなんかプラモとか結構好きだった方なんでね、
ちょっとこう手先が器用な人だったら多分このくらいの分解は問題なくできると思うんですけど、何せ細かい作業といえば細かい作業なので、あの本当に自己責任でね、どれだけできるかっていうとこだと思うんですが、多分これね、喋りながらやってなければもうちょっとスムーズにいけそうな気はするんですけどね。はい、はまりました。じゃあ、とりあえずネジね、3本、プラスネジの方で3本です。よっ、あ、ちょっとこれもよいしょ、はい、よいしょ。まあこれをぶっ通しでね、見たい人がいてるかどうかっていう話なんですけど、これここかな、え、合ってる、合ってるか、ここやな。まあ一応ね、取っときましょう。まあどのくらい実際かかってるかっていうのも含めてね、見たい人がいてるかもわかんないですからね。はい、よいしょ。でここと、こんなんも任天堂さんがもともとね、なんかこう部品の耐久性になんか初期不良じゃないですけど、まあそれに問題がありそうな気がするんですけどね。本当にここかな、ここに、これ何、何かな、センサーでしょうね。なんかこれはコードがこう巻いてたんだろうな、ここのところに入ってたんだろうな。でも本当にもうさっきの話じゃないですけど、なんかねえ、まあそれは機械も複雑になってるから仕方ないといえば仕方ないんでしょうけど、任天堂さんのユーザーなんか正直ね、僕ら、まあ僕もそうですけど、小学生とかやっぱりこう物をそんなね丁寧に扱うような年齢そうでもないでしょう、ユーザーさんがね。だからもうちょっとね、こう考えてくれないとダメですよね、その耐久性ね。それで金取って修理するっていう、まあそら、それはまあ仕方ないんでしょうけど、だけどね、ちょっとね、どうかと思っちゃうんですけど、僕なんかは。まあファミコンなんかカセットもね、フーフーして使えば、なんでか知らんけど、動きましたもんね。なんかカセットとかも結構ね、友達とかと貸したり、いろいろしてて、メキメキ、メキメキなんてね、音をしてね、こう、かなりやばそうな感じの、状態になっても、ね、使えちゃうってね、素晴らしい、ものでしたよね。よいしょ。まあ、それに比べたらこの、コントローラーだけでもね、すごいですよね、作りがね。よいしょ。まあ、全然違うんで仕方がないですけど。もうジョイコンなんかね、プレステとかも全部同じような感じのやつやから、もうちょっと耐久性どうにかなりそうなもんですけど。はい。一応ね、組み上がりました。まあ、ボタンの感じとしては、一応押した感じは、普通に。まあ、何も。ちゃんとボタン位置にちゃんと来てる感じはしますね。はい。じゃあ、とりあえずこれを、実際やってみます。まあ、先ほど見ましたように、著作権とかそんなの関係で、画面は見せれませんけど、使えるかどうかだけちょっとチェックをしてみようと思います。ではでは。はい、どうも皆さん、お待たせしました。ですね、今、こちらの方のジョイコン、まあ、変えてみて、実際ね、こちらの方、任天堂スイッチの方につけて、操作してみました。こちらのね、ジョイコンの方は、当然上下、左右のこのスティックね、キーの動きと、あと押し込むっていうね、動作の方が、あります。で、全部ね、こちらの方試してみたんですけど、ちゃんと動きました。なので、問題なく修理ができたということでいいかと思います。
まあ、非常に、安く、交換ができたので、まあ、今回良かったということなんですけど、まあ、最初にも言いましたように、これやっちゃうとね、当然保証とか任天堂の方で面倒見てもらえるかどうかも分からなくなってきますし、なんていうか、交換するときにね、やっぱ危ないところが、僕が思うところで、まあ、何箇所か、まあ、やっぱり一番はリチウムイオン、ね、リチウムイオンを、取り外しと、するときに無理にこう、ね、力を入れてしまわないように、してください。やる人はね、リチウムイオンは衝撃を与えたりとか折ってしまったりすると中で薬液の方が漏れ出してね、まあ、火災を、すること、火災になることがあります。でもしね、もうやってそういうやらかしてしまった場合でも落ち着いてね対処してください。まあ不燃性のね何かこう、何ですか、巻く布みたいなのがあればそれで、包んであげるとかね、まあ消火をするというか、まあそういうふうな、ことをした方がいいと思うんですけど、一番ダメなのは水をかけることをするのはいけません。なので、そういうところはねちょっと注意してほしいなと思います。まあ、あとはケーブル類、平ケーブルが何本かこうね、外した時あるので、無理にね、こういきなりガバガバッとこう雑な取り扱いをすると、そういう平ケーブルも切れちゃったらね、もうどうしようもないので、まあ、そういうところでリスクがあることを承知の上でね、まあ、やるんだったらやってもらったらいいかなと思います。ただ、今回ね、2個セットのこの工具とかも全部入ったパーツで、まあ、ちょっと値段がね、僕はあんまりちょっと今、パッと記憶にないんですけど、まあ、Amazon リンクまた概要欄載せとくんで、そっちで値段見てください。多分ね、2000円前後だったと思うんですけど、1500円とかだったかな。なんかちょっと、でも、めちゃめちゃ安いです。だからこれ1個あたり多分1000円もしてないと思うんで、まあ、それ考えたらね、お買い得っていうか、十分こと足りてるんでね、修理できて、まあ、耐久性はねこれがどれだけ持つかっていうのはまた使ってみないとちょっとわからないんですけど、もしね、簡単にまたぶっ壊れたとしてもまたね交換すればいいですよね。今日の手順見てたらね、まあ、予備でもう1個ありますし、せっかくだしね、まあ良かったのかなと思います。まあ、結果往来でね。だから、まあ、手先器用でもしチャレンジしてみたいなっていう人がいてたら、まあ、保証とか切るのを重々承知の上でね、一回やってみて、ください。その時は、まあ、ちょっとでもね、今回の動画が参考になればと思います。はい。そしたら、今日はね、こちらの、任天堂スイッチのコントローラー、ジョイスティック部分の交換というのをやってみる。これ古いよね。交換というのをやってみました。まあ、参考にしてください。はい、ということで今日はこの辺で失礼します。さよなら。